君らこれ聞くの？発売禁止になっててほっとかなかったから、これ一番伝説のグループだったんじゃないかな。自分たちにとってかっこいいもの探しみたいなところってありますよね。俺たち仕事で失神しなきゃならない。あの二人の関係も気になります。69年ってすごい年ですね。